私が作ったお弁当を毎日職場の人に見せびらかしてた父。誕生日にあげたドラえもんのトランクスを5章大事にタグを外さず、それでも出張で同僚に見せびらかしてた父。私の彼氏を交えて3人で舞台を見に行った時、私が席を外した隙に真顔で彼氏にあいつを頼むと言った父。毎朝私が選んだネクタイを嬉しそうに締めていた父。私と二人で出かける朝、いきなりいなくなったと思ったら床屋さんで髪を切ってきてた。不器用でおしゃれ上手じゃないけど可愛い父。そのデートの1週間後に、突然亡くなりました。父との萌え思い出は私の宝物。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。